はい、ごきげんよう、中3英語です。で、で、まあ、分詞と関係代名詞ってところをやってたんですね。それなんで、まあ、そこのところで、まあ、今回まとめのテストっていうことになりますので、まあ、簡単にと言いましょうか。まあ、例文いくつかね、紹介しまして、ああ、こんな風に役取ったんだね、で、こんな作りになってんだね、っていうところを、まあ、見ておきたいなというふうに思っております。はい。ではね、まずね、分詞にはですね、現在分詞というのと、過去分詞というのがあったんですね。現在分詞、それから過去分詞ですね。現在分詞っていうのは、どういう形かっていうと、動詞のING の形です。つまり、こういうね、こう、running ね、こんな風にね、ING の形を現在分詞といった。それから、過去分詞っていうのは、まあ、規則的に変化するんであれば、まあ、ED がついてきたりするんですが、不規則に変化するものもあるので、ちょっとね、これという風な言い方がなかなか難しいんですが、まあ、現在分詞、それから過去分詞を形容詞適用法ということでね、まあ、それぞれ、まあ、何やら名詞と言いましょうか、そういったものを修飾していくというようなものになるんだよということでございます。じゃあですね、現在分詞ってそもそもじゃあどんな意味で取っていくのかっていうと、何々している、ね、何々している、している、何々しているという意味で取っていきます。で、まあ、過去分詞っていうのは何々されたぐらいな感じですかね。何々されたぐらいな感じで取っていくとね。はい。ですので、じゃあ1番。あれ、これ、今日のクエスチョンもここいつも忘れますね。はい。ね。do you know the boy? そして running in the park というふうにありますね。running。はい。こいつが、分詞、現在分詞ですね。はい。そして、走っているというふうに取っていくわけなんですが、後に僕も伴ってますね。はい。ですから、ここまでがひっくるめてその分詞としてのね、まあ、現在分詞としてのまあね、ものになってくるわけなんだけれども、はい。これが直前の、はい。ボーイを説明してあげるんだということですね。はい、ですからあなたは少年、その少年を知ってますかってことなんですが、はい、どんな少年なんだろう、それが分詞でね、後で説明されとるということですね。はい、何々している。はい、ですから公園を走っている少年を知っていますかなんていう風なね、役の取り方になります。はい、同じように、今度は過去分詞されたなんていうことですね。はい、ですから過去分詞どれだろう？はい、これだ。メイクの過去分詞。はい、そしてその後、in Japan ということで、僕も伴って、ありましての、はい、直前カメラを説明してあげるということ。はい、ですので、はい、ね、彼女はカメラを欲しがってるというんです。はい、どんなカメラなのかな、やはりそれが分詞以下で説明されてますね。Made in Japan。はい、日本で、はい、作られた、ね、カメラ、ね。日本で作られたカメラなので、ね、日本製のなんていう風に言っちゃってもいいんだろうけどね。まあ、彼女は日本製のカメラ、まあ。日本で作られたカメラを欲しがっています。なんていうことでございました。そして、その後ね、関係代名詞っていう話に入りました。関係代名詞っていうのはね、まずはこの who とか which とかっていうのがあったねっていうところでね、who とか which っていうのがあって、これ関係代名詞って言ったよっていうことでしたですよね。で、関係代名詞になりますと、その関係代名詞の前の言葉、そして関係代名詞説によって説明されるその関係代名詞の前にある言葉を先行詞というふうに言った。先行詞というふうに言った。だからこのような言葉もちょっと覚えておいてもらってですね。はい、ですからそれぞれこれはね、アンとおばあさんだわ。これが先行詞。はい、これも関係代名詞の直前のこれ、the players ね。これが先行詞。はい、which の前の the building。はい、こいつが先行詞ということになりますですね。はい、で、この先行詞を関係代名詞以下で、関係代名詞説で、そこに先行詞に後ろから前に持ってくるような感じでね、役としては取ってあげるんだということです。はい。だから、私はおばさんがいるですよ。いるんですよ。いるんですよ。はい。じゃあ、どんなおばさん？はい。それがやはり関係代名詞以下で。はい。先行詞によって、who とか which が変わったんでしたよね。はい。先行詞が人の場合、who という関係代名詞を使いました。先行詞が物の場合、which なんていう関係代名詞を使いました。まあ、ただ、役の取り方としてはね、別に何が変わるわけじゃないんだけれども、who とか which とかっていうことで、先行詞によって使い分けをしたということですね。はい、じゃあ、私はおばさんがいるんだけど、はい、どんなおばさん？それが関係代名詞以下。はい、who lives in New York ね。who lives in New York ね。はい、ですから、私には、はい、ここだな。live in New York なおばさん。はい、つまり、ニューヨークに住んでいるお
ばさんがいますね、おばがいますね、なんていうことですね。はい、ということでまた風ね、人だから風というのが使われているものなんですが、この形になると結構苦手にする人が多いのは先行詞が文の最初に出てますね。だから文の最初ってやっぱりどうしてもね、あなたは、彼女は、私はとやね、主語として取っていきたくなるので、選手たちはとかっていう風に取ってしまう人が出てきちゃう。でもやっぱり関係代名詞ね、説から引っ掛けての先行詞という役の取り方になりますので、風以下ね、これこれこんな先行詞、これこれこんな選手っていう風に訳してあげなきゃいけないわけだ。はい、それなんでやっぱりね、選手たちっていきなり訳したくなる気持ちもわかりますが、後ろから前ね、で取っていくということです。で、この先行詞がね、まあ文の文頭ですよね、に出てきてしまってるっていうものの形としては、主語の中にその関係代名詞説が含まれてくるっていうものなんですよ。だからどこまでが主語なのかっていうのを見極めてだ、そこまでで一旦主語として切っていかなきゃいけないよな。だから関係代名詞など、はい、全部ダーッと後ろまで引っ掛けての選手じゃないから、そこ気をつけなきゃいけないの。はい、ではじゃあこの文章、まあ主節の動詞なんて言ったりもするんだけれどもね、どれが主動詞でしょうねってことになるわけですね。え、そうしますと、関係代名詞の場合って先行詞、関係代名詞、動詞っていう順語、順になってるんですね。はい、先行詞、関係代名詞、動詞、はい、でその後に来てる何やら動詞を見つけてあげればいいんじゃないかなっていうところですな。はい、ですので先行詞、関係代名詞、動詞で、はい、その後ずーっと見ていくと、はい、ここにそう be 動詞があるんだ。はい、だからこれがその文章全体ね、主節の動詞ということになるんでしょう。はい、ですからその手前までが主語。はい、ですので、関係代名詞説としてはここまでね。はい、ですからここまでをこう前の方ね、先行詞に引っ掛けてあげる。はい、じゃあどんな選手たち、はい、Who played soccer with him な選手たち、はい、彼と一緒にサッカーをした選手たちね、わー、very surprised ね、とても驚きましたということなんだわな。はい、このパターン結構難しいね。はい、でそれがじゃあ関係代名詞 which だから、まあ先行詞がものなんだけれども、また同じパターンでその主語の中にね、関係代名詞説が含まれてくるものの確認ですね。はい、そうしますと先行詞、関係代名詞、動詞という語順ができてて、はい、その後に何やら動詞っぺいものを探していくっていうと、はい、またここに be 動詞の is があるな。必ず B 動詞があるわけではないんです。ただまあちょっとたまたま例文としてね、ここ B 動詞が来てるんでね、まあこの B 動詞ということになっちゃったんだけども、全てがそういうことではありません。一般動詞が来る場合だってあるんですが、まあこの B 動詞、動詞の前までが主語ですので、はい、関係代名詞の説としてはこの in front of the library までということですね。はい、ここからこう前の方を引っ掛けてあげて、はい、どんな建物なんでしょう。インフロントオブってね、これまた一続きでちょっと意味があるね。何々の前。まあ、フロントってのは前って意味だからね。インフロントオブで何々の前。まあ、そのまんまっぽいけれど、はい、図書館、ライブラリーの前にある建物。ね、図書館の前にある建物。is a hospital ね、は病院です。というような問い方です。ね、図書館の前にある建物は病院です、ね、というような形になってくるということでした。でそれなので、ね、大まかには分詞、現在分詞、過去分詞、ね、の形容詞的用法、それから風とかウィッチを使った、関係代名詞ですね、これを、まあ、今回のまとめのテストの範囲にしていこうということになっておりますので、まあ、日本語和訳ですとか、ね、英作文とか、ね、まあ、予告したものなんかを中心に、まあ、練習しておいてもらえればと思うんです。うん、難しいんですよ、ここ。ね。ですが、また、少しずつ、少しずつね、来月もまたやっていきますよ。ということで、まだね、実際、関係代名詞で、もうちょっと先話があるんです。これはまだ一部だけなんですよね。それなんで、まだまだ先は長いのでね、まあ、来月以降、またもう少しやっていくことにはなりそうです。ということで、今日はこんなところ、次回まとめのテスト頑張りましょう。ていうか、その前に、統一テストでした。はい。では、また。